こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。急激な北朝鮮との緊張状態に向かい、韓国は今も北朝鮮に友好とアピールしている。だが、韓国国民は気づき始めている政府の言動や行動を見ているに違いない。やはり朝鮮半島にも中華思想が根付いているのか、中国が一番という思想が根付いている。反日行動を取る原因は自分たちよりも東にあり、島国ということで下に見ている中華思想が根付いている。話を戻し、近年情報漏洩問題が多く発生している韓国。その対策など、今現在何もしていないのか？と疑問に思うほど情報漏洩を何度も繰り返している。韓国肝煎りの自国戦闘機の情報元は、ではもう少し詳しく見ていきたい。日本における防衛省とその外局にあたる防衛装備庁 ATLA と同じような位置づけに相当するのが、韓国で言えば国防部とその傘下組織である防衛事業庁である。その防衛事業庁が2020年6月25日同じく国防部の傘下組織である国防科学研究所 ADD からの軍事情報漏洩事件に関する中間報告を発表したが、その管理体制の甘さが波紋を呼んでいる。国防科学研究所 ADD は韓国軍で使用する各種の軍事兵器の研究と開発、そしてその運用に必要な装備品類の開発から改良までを担う組織であり、約2500名の所属人員を要している。2020年4月に、この国防科学研究所 ADD から軍事機密のデータが漏洩した疑いが報じられ、これを受けた防衛事業庁がこれまでの監査内容をまとめたものが今回の発表だ。この発表によれば、少なくとも国防科学研究所 ADD の元職員3名が2016年1月から2020年4月までのおよそ4年3ヶ月の間に約100万にわたり、記憶媒体等にデータを送信した形跡が確認されたという。これらのすべてが厳密な意味での軍事機密に相当するか否かも含めて今後の監査の結果が注目されることになろうが、韓国史上でも最大規模の事件に発展しそうな事態だと思われる。これは未だ判明した3名の元職員によるアクセスログの回数だけであり、なお監査中の元職員が別途23名もおり、全容が解明されれば、もっと膨大な数の軍事機密漏洩事件に発展する可能性が高い。ちなみに、これまで監査された元職員の数は、1,0799名にも上ると報じられ、前述の3名のうち1名は、現在、韓国内の大学に勤務、他の2名は、
アラブ首長国連邦などに移住しており、現職との関連も匂う。今回発表された約100万回にも及ぶアクセスログが確認されたことは、その回数の多さに驚かされるが、同時にここまで多くの不正なアクセスが、なぜ可能だったのかという疑問も浮かぶ。民間企業であっても、例えば今の時代、社外秘のデータなどに関しては、外部の情報媒体に移行できないような対策、つまり外部機器への物理的な接続制限や移行する場合には暗号化するのが一般的だ。今回、そうした対策は機能しておらず、国防科学研究所 ADD の実に、6割以上の約4200台ものパソコンが外部媒体との接続や移行を制限する仕組みを未インストールの状態にあったという。またデータの暗号化に関しても、2006年に導入となった文書の暗号化システムは存在したものの、ハングル文字とマイクロソフトのワード・パワーポイントのみ適用で、それ以外はフリーだった模様だ。さすがに、こうした状況には韓国のマスコミも国家機関として信じられない。セキュリティレベルであり、国防科学研究所 ADD の全職員が機密データの漏洩に関与しているとさえ指摘している。しかし、国防科学研究所 ADD の実態は、こうした指摘をはるかに上回る。ずさんさの極みにあったことが、今回の防衛事業庁の監査で、余すところなく暴露されることになった。まずは、韓国でも、政府機関の施設には必ず設けられているはずの出入り口に、置けるセキュリティチェックが台はおろか設置さえされておらず、もちろんそれにあたる職員も存在すらしていなかったという。つまりは、出入りする人物たちが意図的に何かの物品を持ち込んだり、持ち出したりすることに対し、全く制約がなく、フリーパスで、出入りすることができていたということだ。また、さらに出入りする人物が、本物の関係者か否かを判別するため、通常であれば、本人の顔写真付けの ID カードを工学的に判別するシステムがあるべきところ、これも設置すらされていなかった。そのため、国防科学研究所 ADD に自由に出入りするため、他人の顔写真付けの ID カードをコピーして掲示しただけの状態も横行していたと。ここまで来るとセキュリティ前の問題かもしれないと思える。多くの情報漏洩事件は、悪意を持って情報を持ち出そうとする人物によって講じられているセキュリティが無効化されることで起きると思われるが、国防科学研究所 ADD にはその前提すらないかのようだ。すでに現在、北朝鮮が建造している新型の潜水艦の形状が、韓国が保有する潜水艦と酷似しているとも指摘されており、国防科学研究所 ADD を通じて持ち出されたデータが悪用された可能性も高い。
しかし、これまでに判明している国防科学研究所 ADD の現状を鑑みると、職員や元職員でなくとも容易に軍事機密データに近づくことが可能であり、正確な漏洩データの件数は特定できないかもしれない。日本でも防衛関連企業を通じてのこうした軍事情報の漏洩事件は深刻な問題だが、果たして韓国との防衛の連携を続けるべきなのかどうか、アメリカの出方も気になる部分だろう。